ミャンマーの国家顧問はかつてミャンマー政府に存在した役職の一つ。2011年に廃止された首相職と類似した役割を担うポストとされており、日本政府の外務省は国家最高顧問と訳している。2021年の軍事クーデター以降は空席となっており、クーデター勢力は同年2月19日に本ポストを事実上消滅させる一方、 ハンクデター勢力は本ポストを名目上存続させている。アウンサン・スー・チー率いる国民民主連盟を持っているため、2008年憲法の規定で大統領に就任することができなかった。当初、アウンサン・スー・チーは新政権において役職に就かないという報道もなされたが、結局は政権におけるさらなる権限を与えるため、国家顧問という役職を新たに設置し、 アウンサンスーチーが就任することとなった。国家顧問の役職を創設するための法案は2016年4月1日に民族代表員、4月5日に人民代表員で可決され、4月6日に陣町大統領が署名し成立した。審議の過程では議会の4分の1を占める軍人議員を中心に憲法違反との批判もあったが、与党、 NLD の賛成多数で可決された。2021年2月1日にクーデターが起きるとミャンマー軍がアウンサンスーチーを軟禁状態に置いたため国家顧問職は事実上空席となった。その後、軍が主導する統治機構国家行政評議会は2月19日付で国家顧問府の廃止を決定し、これに伴い国家顧問職も事実上廃止となった。 だが一方で国民民主連盟が主導する連邦議会代表委員会は国家顧問職の存続を主張し2月9日には国家顧問法施行によってアウンサンスーチーの任期を延長したほか3月9日には副大統領代行に選出された民族代表委員前議長のマンウィンカインタンが国家顧問職を代行することを宣言した国家顧問は 予算や必要に応じた会議を招集することができ、議会運営に関して助言する責務を負う。行政のあらゆる分野を仕事の範疇とすることができ、また大統領と議会の調整役として機能するため、その役割は首相に似ている。ミャンマーでは連邦議会の議員が閣僚に就任した場合、憲法の規定で閣僚と連邦議会議員との兼職が禁じられているため、 連邦議会の議員職を自動的に失職することになるが国家顧問になることにより引き続き立法への参加が可能となる。任期は大統領と同じ5年間、現職の大統領と等しい期間、その職務にあたる。ただし、連邦議会代表委員会並びに同委員会が設立した国民統一政府が主張する2021年2月1日。 以降の国家顧問ポストの状況は下記の通りである。ありがとうございます。